はい、ということで、ね、開幕3連戦が終わって、ね、いよいよ開幕しましたよ。うん、ね、どうですか？何が？まずは阪神タイガース、1勝2敗。いやいや、まあ、何イニング？森下君のホームランが8回だったから、9、9、9、18、25イニング、25イニング無得点。うん、やばいね。と思ったけど、まあでも、ね、おんのじゃない？ 3 連敗しなかった。まあ正直今年巨人強いよ、やっぱり。強い。ピッチャー陣がやっぱいいよ、今年ね。やっぱ大勢が開幕間に合ったっていうのはすごく大きいと思うし、まあ結果中川君がね、森下君にホームラン打たれて、打たれちゃいましたけど、あそこの前にやっぱりルーキーの西舘君っていうのが7回に入ってきたことによって、多分8回もね、多分中川君が今回打たれましたけど、ケラーもいるし、バルドナード、言いにくいよ、バルドナード。あれもいいし、まあ、巨人って今までやっぱ中継ぎ抑えがね、要は大勢につなぐまでどうするかっていうところがかなりの問題点だったところと、先発の頭数がいないっていうところだったんだけど、まあ、結局3戦目でも高橋玲がね、1安打でしょ、6回。あんなもう超戦力じゃん。3戦目であんなピッチングされてさ、でもちろん戸郷投手がいて、で来週の頭は山崎投手でしょ、山崎伊織投手がいてなってくると、まあやっぱ巨人はね、今年は結構やるなっていうのはもうこの3年生見て分かった。去年みたいに阪神があんな感じで勝てないなっていうのはね、感じたでしょうし、まあこれは岡田監督もね、もともとキャンプ行った時から今年は巨人やってずっと言ってたんで、まああとだから阿部監督がどういう野球するのかなって3連生見て思ってましたけど、あそこね、あれ2戦目か、梶谷君のところにダイソー出して、勝負行って松原君出して、そうで岡本がホームラン打ったっていう、あれはね、なかなかの策士ですよ。なるほど。あそこ勝負行って、やっぱ松原をまずあそこで使うっていうところもそうだけど、多分ね、ちょっとやっぱりピッチャーからする、0-0でしょ、うん、やっぱランナーを生かしたくないわけですよ。ってことは、ノーマークにはできないじゃないですか。で、やっぱりあの時ストレート系がやっぱ増えてしまったんです、アウトコースの。うん、なるほど。で、岡本がアウトコースのまっすぐをバックスクリーンにホームラン。うんうんうん、あれは変な話、松原の足が効いてるんですよね。だからあれ、キャッチャーの考えですよ。うん、ああ、なるほど。阿部監督のキャッチャー的な考えで、なるほど。梶谷君だったら、まあ、ノーマークにはできない。ノーマークっていうか、まあ、ある意味バッター勝負できるかなってところで、松原君を出したことで、意識せざるを得なくなってしまったっていうね。だから、ああいうのは見てると、やっぱり、監督として、あ、やっぱこういう感じなんだなっていうのは見えてきますよね。なるほど。うん。キャッチャーか。キャッチャーだよね、考え方が。で、やっぱ守りを固めてること、門脇君をショートにもう、鼻から固定して、で、坂本、岡本を一塁三塁にして、しっかり守ってもらいながら、あの二人守備うまいから、で、セカンド吉川直樹君でしょ、それはもう内野は鉄壁よ、ある意味。今の、阪神に匹敵するぐらいの、阪神より下手したら上かもしれない、ね、の内野陣ですわ。で、それをまず構築したじゃないですか、最初から。もうその時点で守ろうとしてるわけですよね、きっちり。で、センターにルーキーの佐々木君を入れて、佐々木君も結構守れるから。で、だけど、まあまあ、まあ阪神からすると、ちょっと1戦目、2戦目がね、ちょっとなかなかこう打てないって中で、まあでも結局森下君がスリーラン打って1本ボーンって出ると結局 3-0 で終わらずに 5-0 で終わってるっていうね、点が入るんですよ、結局は。まあだからちょっと不安視はされてた中で、まあある程度やっぱり今年もある程度計算できるかなっていうピッチングはねしてくれたかなと思うし、青柳君に関してはめちゃめちゃ球走ってたよ。戸郷君が逆に球があんまり走ってなかったから、よりなんか青柳の球が速く見えるというか強く見えるというか、青さんはだから今年は僕、まあ今回ね、まあたまたまその勝てなかったけど、やってくれるんちゃうかなっていうのは感じたよね、見てて。あ、もう全然いいと思う。スピード、去年やっぱね、まっすぐのやっぱキレがね、なかった。なんか速く感じなかったというか、逆球も多かったし、今年はやっぱ
やってくれそうだなって感じはするので、まあ、開幕は勝てなかったですけど、まあ、次回以降のピッチングが楽しみだなと思いましたよね。で佐伯くんもやっぱり、うん、そんな良くなかったと思うんだけど、やっぱ悪いなりにああいうピッチングができるのはやっぱり彼の強みかなっていうね、うん、正直良くなかったよね。高橋玲が良すぎたから、なんかピンチばっかり作っててね、大変だったけど、だろうけど、だから球数もかさんでしまってね、あそこまでしか行けなかったけど、まあだからピッチャー陣はまあだから、ある程度、まあ点は取られたけど、まあなんとかなったかな。まあ問題は攻撃陣。まあまあまあ、ちょっと暗い中で、まあグッチがね、2戦目か、代打で出てね、ヒットをパンと出てね。いやだけど結局、代打陣の頑張りが結構大きかったよね、小野寺君のヒットから始まってるわけだしね、あそこもだからグッチ打ってたから、グッチ、小野寺って連続でこう代打で勝負に出て、で結局あの回に点が入ったわけだから、まあ、そういう意味で、だから、まあ、レギュラー陣がこうちょっとね、まあ、どちらかというと、調子がというよりは、もう僕はもう本当、近本、大山に関しては、怪我。うんうん、体の状態っていう、まあ、やっぱちょっと無理して出てる感があるんかね。なるほどね、うん、だからそう考えるとちょっとこの 1番4番の体の状態っていうのはね、うん、心配だけど、まあ近本君に関してはまあまあ多分あれね、本調子だったら2本ほどライトのフェンスいっぱいの打球あったじゃん、うん、あ両方ともいってるよ。ああいってる感じ、うん、多分ね。なるほど、うん、まあでもそんな中ねヒットも打ってるし、うん、そう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 、まあさすがだなとは思いますけど、うん、まあだから来週のまず火曜日からの横浜戦だね、うん、どうやって渡来を抑えるかよ、うん、なかなかのもんですよこのルーキー、うん、だけどこの3連戦でもうなんかさ渡来を止めないとっていう感じになったでしょ、うん、ね、確かに。だからもう打線のキーマンになっちゃってるもん、うん、なかなかのもんですよ。で結局3戦目渡来がゴタゴタだったでしょ、ゴタゴタ負けたわけよチームが、うん、分かりやすい状態になってるわけですよ。なるほどね、だから渡来君を止めれば勝てるんです、うん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 、だから村上君がね初戦で乗せないことですよ、うんうん、ああいうタイプって乗ったらガンガン行くタイプじゃん、うん、あかんかったら瞬食べないそうやしな。いやならんでしょあの子なんか、うん、多分リアルフェイス歌ってますよだってね、亀梨君にまたぜひ 生で見に来てくださいって言ってたからさ、ゴーイングでも、うん、だからそう、これね、みちこさん、頭にデッドボールってあったでしょ、で、そこから走ったじゃん、うんうん、いきなり盗塁したでしょ、うん、なんやこの選手と思ってね、かと思ったらホームラン打ち落としね、うん、まあ、ある程度、その恐怖心っていうのはね、多少こう、やっぱりあの辺に来たっていうのは、インコース怖いと思うんだけど、それもなくね。うん、そうだから渡辺君だから本当にあれうまく避けたんですよ頑張ってね。だからあれ頭に直で当たっとったらちょっとこの活躍はもしかしたらなかったかもしれないんで、うん、まあでもこう避ける技術っていうのもすごい大事なんで、うん、ね、なるほど。そういう意味ではあの辺も能力的に高いのかな、うん、でなおかつ盗塁もできるってなると横浜の打線見て2番オースティンでしょ、うん、3番佐野、4番牧、5番宮崎ってさ、うん、で1番渡来君で、あの石上君ってルーキーも打ってんだよ、うん、4割ぐらい打ってるショートで、うん、これだから打線いいよ本当に横浜は、ピッチャーさえ頑張ればね、うん、だからまあそういう意味でもだから火曜日からの3連戦っていうのはね、なるほど、横浜も2勝1敗できてるでしょ、で金曜日からヤクルト神宮か、うん、ヤクルトも2勝1分けでしょ、うん、まあ、ヤクルトちょっと怪我人がねちょっと山田君と塩見君が怪我したらって僕ずっと言ってたんだけど、もういきなり山田君が初戦で怪我しちゃって、でもう登録抹消でね、ちょっと時間かかりそうだって話なので、まあそうなるとなんかね、まあどこがっていう、まあだからいわゆる中日だけか勝ち星を挙げられなかったのは開幕3連戦でね、中田選手が頑張ってね2試合連続ホームラン打ってますけど2本打ってね、やっぱ打線なんですよね。でなるとやっぱ村松君が今おった方が点が取れるんじゃないかな、岡林君がまだいないから戻ってくるまで、高橋周平君頑張ってるから今年はやるよって、だそうなると中日もだからある程度は点取れるかなっていう感じになってくると思って、ピッチャーいいから中日も、ね、って考えると大混戦よ今年は。うん、本当に阪神がだからやっぱりある程度、まあ監督も言ってたけどそんな簡単には去年みたいにいかへんと、だからどこまで我慢できるかっていうのは多分あると思うんですけど、まあでも面白いシーズンになりそうだね。ね、
見ててね、まあ、パ・リーグも結局だから3連勝のチームがいないわけやから、ね、大混戦だし、やっぱソフトバンクがある程度強いなっていうのがね、オリックスと3連戦でね勝ち越したし、うん、まあ、オリックスはでもあんだけ点取れない中でよく1つ勝ったなって感じだしね、うん、そう考えるとやっぱオリックスも強いし、まあ、ロッテは佐々木朗希次第だと僕は思ってるんでね、うん、佐々木くんが規定投球回数いって1年間投げ続けてタイトル総なめするような感じだとロッテも最下位には沈まないだろうから、うん、最下位とか下位には沈まないだろうから、うん、西武はいいよね。でもね、本当にピッチャーが、うん、西武はだから点さえ取れれば、うんうん、殿崎くんがいいスタート切ってるんでね、かなり、うん、だから殿崎、やっぱあのチームって殿崎源田がまず基本線なんですよね、うん、でアギラとかあの辺の外国人が結構何人か加わってるんで、うん、まあ、彼らの活躍って重要なんですけど、あとあの子が盗塁を取ったことある金子くんがね、今一番で頑張ってますけど、やっぱああいう足の使える選手、うん、まあ多分松井稼頭央さんがね、そうやな、やっぱ足、その長打というよりは足っていうのをすごく頭に置いてやってると思うので、ピッチャーはいいよ。あの子やっぱすごいね、あのロン毛今井、いやロン毛な、めちゃくちゃ球速いよ今井くん、な150後半出てるもんね。ストレートで40キロで投げてないね、え、ほとんど150キロ台でしょ。14個ぐらい三振取ったよね、初戦。ゲロンやな。平野に11個か。ああ、そう。うん。ものすごい球投げてるわ。へえ。もう、なんか、これはすごい球投げるなと思って。あとだから、ロン毛コンビのね、高橋光成君が、もうちゃんと戻ってくるよね。うん、やっぱあそこはやっぱもう、ルーキーの竹内君も多分相当いいピッチャーだし。だ西武はだから本当に今年パ・リーグの主役になってもおかしくないチームだし、まあ、日本ハムとね、あと日本ハム開幕カード勝ち越したから、うん、だから西武日本ハムの頑張り次第ではだからもうこれパ・リーグも本当分からんよ、うん、だから去年みたいなことないよ、うん、セ・リーグパ・リーグ両方とも10ゲーム差以上開くなんていうのは、ね、ないと思うから、まあ、本当に終盤どうなっていくかってとこだと思うんだけどね。今日の放送はバイトするならエントリーさんの提供でお送りしました。また来週。